く体が埋めてる。体は大気持ち押し寄せて流さ神の心、集めているチェスの駒とはほど遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。ウェティ！いいわ、神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に。証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの血のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それ実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは幻神と呼ばれて、天空の島に登る資格があるんだ。幻神？聞いたことがない言葉だな。それは
本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって…うん、七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。そうだよ旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は。やあ君たち、七星ゲーセン儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに、私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。この場を封鎖しろ。一体何があったんだ今。テイ君が殺害された。
にいた怪しいやつを取り調べしてるみたいだ。怖いな。犯人がこの近くにいるなんて。あれ、オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。あ、カツラはあそこだ。どうよ。逃がすか。少年、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。幻想の翼はめちゃくちゃ疲れてと、そうだ、お前何者だ。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。たと君たちはモンドで宿女に会ったね。宿女、お前ファデュイの執行官か。ああ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。そうだよ、助けに。俺は悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない。サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。
でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そし真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？岩神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらくもしくは別の何かを隠すためかもしれない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェは岩神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。何者だ？なぜ勝手に絶雲の間に入った？禁忌滅却の札、これは久しぶりに見たな。属性の人の手にまだ残っておったが、我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。旅人よ、なぜこの地を訪れた？実は犯人がいたぞ！こんなところまで逃げていたとは。大将、これ以上絶雲の間には入れませんよ。仕方ないだろ。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像しい。彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。さて本題に戻ろう。旅人よ、来訪の理由を述べよ。言語道断、実に嘆かわしい。リーウェ七世、失望したぞ。ゲイセン儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その禁忌滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。李水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは絵にし次第だ。それともう一人、高魔大聖の御法夜叉がおる。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうか、どうか。お前は誰だ？どこから？こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたはきっと仙人の使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。
俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから古老山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいが、どうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。離島が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。おお、慈悲深き仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。俺は一体あなたたちが俺を助け出してくれたのか。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前は李朝。俺と一緒にこの山に来たんだが、まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。ってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけ。仙人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ん？ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き仙人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう。おいらたち本当に仙人の使いだったらいいな。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもおいらたちは悪いことしてないよな。山門を荒らし俗人を逃がしたか。我が戒めをその身に受けよ。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた俗人を勝手に逃がすとは、あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。ひゃー、オイラたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月畜養神君が人間にことづけを頼んだだと。ほう、これは近畿滅却の札か。まだ世に残っていたとは。昔帝君がこの診察を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエコーは手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。帝君が暗殺されただと。しかも芸仙儀式の最中に。リーユエの、いやこの世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーユエを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これを。だが今帝君は、帝君は。旅人よ、話は分かった。
昨月蓄養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。知ってるぞ。あれは仙人の戦力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だな。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され、侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。なんでこんなところに石のテーブルが？しかも食器と杯がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか？紀龍雲。そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことは、ここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら、仙人の好物を作ればあの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。